お、うわ、なんで。よし、鍵を閉めてと。これで化け物が町の方へ人間を襲いに行くのに時間を稼げるだろう。ミカ、お父さんが助けを呼んでくる。少しの間待っていてくれ。私の娘だ。絶対助けるからな。ミカ、すぐに助けを呼んできてやる。それまで何とか耐えてくれ。そんな、鍵がかかってる。閉められた。鍵を探すしかない。近くに隠されてるはずだ。俺、子供部屋、子供部屋を鍵手に入れたんすけど、子供部屋遊びに行きましょうよ、ちょっと。なんだこれ。これ何ですか？両目で私を見て。え？何が書いてある？両目で私を見て。え？何それ？あの人形だわ。これ青に出てくる？青に出てこないのこれ。両目で私を見てってなんだろう。どういうことやろう。本当はあそこガッシャーンって出てくるわけじゃないのかな。関係ないですね。人形さ、どうなってんの？関係ないわ。もう一回戻すとか？あ、これでどう？見てくれてるよ。ダメだ。なんか目が足んないんだよね。両目で見てくれてるけどダメなのかな。じゃあ向き変えましょう。左向きどうですか。これでなんか変化あります？ダメですね。何も変わってないですね。じゃあ一回回収します。撤収です。何もないです、ここ。え、そうなるとこれの片目はどこ行った？他の部屋を探しますか。もしかしたら空いてるところが出てきてるかもしれない。例えば、うお、あんな足跡なかったはず。青いあの化け物足跡か。鍵？これ。壊れそうな箱。この箱、強い衝撃を与えれば壊せそうだな。ハンマーはもうないし、何かいい方法はないだろうか。これなんだ？ロッカーだよね、これ。すごいことになってんな、ここ。鍵がかく、え？え？何？どういう能力を使ったんだ、青に。あいつ新しい特殊能力持ってんな。ダメだ、関係ないわ。強い衝撃、ちょっとなんか強い衝撃があったら壊せそうだ。強い衝撃、無言になってるっていうことは考えているんですね、これは。ここら辺とかは穴開いてますね。壁に不自然な穴ができてる。中に手を入れ探って、お、紙切れ。なんだ紙切れ。あとは大丈夫。なんかさっきとまた違うんだよね、いろいろと。水を入れる？違うか。絶対なんか変わってたりするんだよな。ただ嫌なのは
またあそこ戻ったりとかすんのかな。紙切れ、まあでも多分そうだよね。あ、用はないって。じゃあこの中から暗号、これだけで何ができんの。紙切れ、何かの暗号のようだ。階段から落としてみよう。なんかダメか、角度が必要。大きな砕けた音が1階から聞こえてきた。やばすごいな、最近勘が冴えてる。あ、来た、進んだぞ、こりゃ進んだぞ、こりゃやばいね、いけるね、いろいろといけるね、これは。ほら、両目で見てくれるよ、ほら、見つめてくれるよ、もう。右向き。ん？人形を置いた机からスイッチが入ったような音が。うお、びっくりした。青に出てくるよ。だよね。やばい！危ない！これどこに逃げた方がいい？これどこに逃げればいいの？これ。ちょっと待って。ダメだよちょっと待って、どこへ逃げればいいの？これ。俺どこに逃げんの、これ。あ、こっからか。右よし。どうやって逃げよう、どうやって逃げよう、どうやって逃げよう。まず下行って、で右行って、で図書室行って、で、どうやって巻く？ここをこうやって。お！やった！すごくない？すごくない？青鬼を負けるようになったよ。ちょっと、ドキドキしながら。さあ、さあ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 。ギア。ここに繋がってるんですか？なんでここにあんの？リビング。え、リビング？リビング？あそこじゃん。これ開けられるじゃん。ここから開くよね、多分。やった！これでたけしのタンスが使えます。よし。これでリビングってここだよね。なんやー。お？うおー、なんで？待って、ドーンって言ったら普通さ、キャラクターって止まるのよ。まっすぐ行ってたからね。もう止まらなくなっちゃったのね。あのパズルに。うわーい、パズルだーって。その年齢なのにめっちゃ遊びたかったんだろうな。怖っ。あれ何？確定？確定で出んの？確定で出てくるんですかね。お、よし。よっしゃー。さて、使いましょうか。たけしのタンスをよ。たけしのタンスを使おう。よし。懐かしい。このたけしのぬくもりを感じる。いや、誰たけしって感じだけど、おじちゃんからしたら。オッケー。もうそろなんかもう終盤って感じがするけど。いや、でも行くとこってもう決まってる気がするんだよ。この穴？地下？どうやったの？指でなぞってパズルを動かす。
俺の予想は多分下をブルーにするんじゃない？違うかな。ちょっと集中します。ほらなやばいって。メニュー戻れない、メニューに戻れない。セーブしたいんだけど。よし、見つけたぞ。これで玄関から出られるはずだ。ミカ、救出隊を連れてすぐ戻るからな。待っていてくれ。セーブできないとかやだよ。せっかく解いたのに。これなぜ解けたかっていうと、これですね。あの一番下をブルーにすればいいってことでしょ？やばい。謎解き。謎解き。来た。あ、鍵が。そしてこのシーンか。なるほど。いやいやいや、たけしの、たけしのタンスっていう必殺技とか使ってあげて。謎の男変か。ああ、ミカちゃん常にミカちゃんになるのこれ。変更しちゃおっか。常にミカちゃんになるのか。いやいや、これだと本当にミカちゃんだったらどうするんだって話なんだけどさ。あ、これにしとっか。はい、ということで、謎の男編。クリアすることができました。面白いですね。そういうことか。じゃあ、あれは、その後の話で、もうちょっとで脱出する一歩かな。もう脱出できるっていう時に、まあ、青鬼に捕まってしまうっていうね。ただ、なぜ X でみんな生きてんだっていう、謎が深まるんですけど。あと、救出できるんだ。みんな青鬼になっちゃってるけど、助けを求めて直せるの？ちょっと謎はいろいろとありますが、救出できるんでしょうか？よくわかんないけど。まあ、次回は、序章少女編。これ謎なんだよね。一切これちらつかせてないから、物語の中で、謎の男みたいに最後、わーっていう、ああいうのも一切ないから、ちょっとどういう感じなのか楽しみです。では、ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てください。高評価、チャンネル登録押してくれると嬉しいです。では、バイバイ。